配信したかもって連絡くれたじゃないですか。はい、本当なんですか？本当です。過去出産したことがあるの？お疲れ様です。お疲れ様です。なんかあやらちゃん、この間とすごい服とか違うけど、どうしたの？買いました。結構お金かかるんじゃない？そうですね。臨時収入みたいなのがあった？はい。本当ありがとうございます。ドンキが好きなんでありがとうございます。はい。ドンキが好きなんでありがとうございます。ドンキ好きなの？はい。ちょっとそしたら今日の本題に移るんですけど、僕に妊娠したかもって連絡くれたじゃないですか。はい。本当なんですか？本当です。それはなんで分かった？お腹が大きくなったり騒動があるから、前からそういうことがあるんで。前からそういうこと？そう、前からがあるとそういう騒動が起きて、結構中絶に出かけちゃったりとか、子供がおめでとうございますとか言って穴から血が出てきて、で一緒にいた男もびっくりしちゃって、とりあえず病院行こうって言い出して、そしたら妊娠もう生まれますとか言い出して。最近病院行った？最近は行ったんだけど、だいぶ前です。愛知県。それでもう生まれますって言って、なんかそういうとこ入って、その彼氏もいたんですけど、で穴とか切られたりなんかあって、縫われて、本当だわ。それで子供が置かれて、子供ですってバレたことがあります。誰かも分かってます。その人は言うんで、その人の顔も。過去出産したことがある？出産って穴から生まれてないんですよ。帝王切開？穴から出たってことで出産、自然出産みたいな。そこに人が置かれたって感じです。はい、子供が。結構前。そうですね。歌舞伎町に来る前。その時と症状が似てるの？今。そう、そういう騒動とか、お腹が大きくなるとか。あ、そうなの。妊娠検査よくやると、行うと、あれ、反応が出ることが今まで全部だったんですよ。だから今回はちょっと使わないでおこうと思って。使わないでおこう。はい。なんで？そういう結果みたいなの残さない方がいいかなと思って。結構何回ともあるんですよね。ちょっと僕、今日妊娠したって言われたから、検査薬買ってきたんだけど、やってくれない？使い方は分かる？はい、分かります。ちょっと今出ない、ちょうどさっきなんで。じゃあそれまでちょっと待ちますか？はい。ちょっと水分ね、取ってね。はい。やだなぁ。私よりさ、いろいろその子供の行方がさ、どうにも助けられないからさ、いつも何か取りつかれちゃって、そういう時は。っていう人？って名乗る人がいたら、私の子供って家族組してあるんで、はい。子供がいるの？はい。もうそうなの？何人いるかわかんないんですよ。写真とか見たりとかしてもよく変わってるから、人が。本当だわ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 。本当だ。コーヒー。はい、本当だ。本当だ。飲んでいいか。うん、本当だ。何が。なんだ。本当だわ。本当だわ。ちなみに最近本当だわ。おかしくなった。本当だわ。アイラちゃんが妊娠したって言ってくれたじゃん。相手は分かる。そう、分かってますよ。相手分かるんだ。はい。やだ。なんでもない。ちなみに相手誰。本当だわ。本当だわ。本当？わかんない。笑い事じゃないですよ。どういうこと？本当？僕この検査薬で陽性反応が出たら一緒にリリースクリニック行こうかなって思うんだけど。今日じゃないですよね。うん、多分今日この時間はもうやってないよ。だからまた違う日に日を改めて行こうかなと思う。それは陽性だったのね。はい。あ、電話貸してもらえますか。なんで。ちょっと電話したいとこがあって。誰に。カラオケ屋に。カラオケ。はい。なんていうカラオケ屋。調べてあげる。あ、ちょっと待ってください。なんかあったね。なんでもない。03。そう。あ、もしもし。あ、昨日なんですけど、コンビニに食事を買いに行ったんですよ。お腹が空いて。で、店員さんに、はい。食事を買いに行くと出たんですけど。ちょっと妊娠してて体調が悪くなっちゃって、でお金を支払いに行きたいんですけど。はい、ごめんなさい。はい、帰ったっていうかコンビニに行った最中に体調が悪くなっちゃって、妊娠のせいで。はい、本当ごめんなさい。それでちょっと電話がなくて、なかなか連絡が取れなくて。あ、はい、じゃあ支払いに行きたいと思います。身分証がないんですよ今。はい、マキです。佐藤です。はい。あ、それです。私です。あ、電話番号ないんですよ。です。わかりました。はい。はあ、ありがとうございます。あれ。お金払わず出てきちゃう。いや、ちょっといろいろあったんですよ。撮影料もらえますよね。もちろん。あ、本当ありがとうございます。カラオケ屋で寝てるの？はい。いや、寝ちゃったんですよ。さっき今日も昼カフェ入って朝お腹が空いて、あれさ眠っちゃって。どうにもならないから眠たい時は。はい、ありがとうございます。わかんない。よかった。本当だわ。誰も電話貸してくれないんですよ、いざとなったら。そうですね。うん、いろんな人、町の人とかいろんな建物でもさ、ピンポンして行ったりもしたけどダメだって。電話がないって全員言ってくるんですよ。全員って全県ではないですけど、まあ多分ちょっと怖かった。分かんない。未払いのお金ははい6000だって。まあいいや、とりあえず行ってから話をしようかなと思って。同期店にもさ、キャップ忘れてんのにそのままもう帰ってくださいとか言われちゃって、変なおじいさんみたいな人に急にさもう来ないでくれとか言われちゃって、勝手に言い出す人が時々いるから、勝手に言い出す人。あ、ドン・キホーテに。そう、あの食安通りの。あ、すぐそこ。もう来ないでくださいと言われちゃって、試着しちゃったから、そのことで言われちゃって、まだそれ経営者じゃないって言ってきたから、経営者か何か、また電話か何かで聞いてみますって言ったんですけど、よく言われる時あるから、そういう男で服着てる人、スーツみたいなすごいじいさんみたいな人とか、いきなり経営者だとか管理人だとか言ってくるから、その建物とかで新大久保公園あたり、この、ビルの経営者だとか。うん、いや違う、分かんない。そういうスーツ着てればさいいとかさ、なんか思っちゃうみたいでさ、でみんな思っちゃったりさ、なんとかね。でも全店とは言われてない、そこだけもう来ないでくれって言われて、本当はどっかで金請求したいってあったみたいで、そのいろんな経営者だって言ってくる人、周りの人がいろいろ言ってくれるからさ、その人がやばいと思って、なんかもうどっか行っちゃうだけで、金欲しさみたいなのあるみたいな、その場でもそういう経営者だって言って、そこに座ったらお金払ってくださいみたいなさ、いろいろある、いろいろある。新大久保公園あたり座ってると、すぐ経営者だって来るんですよ、いろんな人が。経営者知っててもその人も信じるぐらいいろんな人が経営者管理人だとか言ってくるから、エレベーターの中でも管理人だって言って、でも管理人だったら経営者じゃないと分かるから、そう言ってもこのビルの持ち主だぐらい言ってくるから、謎なんですけどね、そうよく分かんない。多分なんか欲しいんだと思いますけどね、請求みたいな。あやちゃん、お金を請求ってこと？そうかもしれない。物とかそのキャップだってそのまま置いてきちゃったわけじゃないですか、ドンキ。毎回のみたいなパターン性で宝石類全部そのままになっちゃうから、入ろうと思ったらもう入ってくんだってさ、金払ってもダメだとかさ、いろいろあるからさ、本当に払ってもらうだけもらってってさ。ひどいことされたってこと？ひどい。宝石も取られちゃった。そうですね、ホテルさんとかさ、どこのホテルの出禁って大体宝石がなくなってる系。そのホテル置いてって、早く出てくれ出てくれって言ってさ、後から取りに行くって言ったら、もう入らないでくださいとか、なんだかんだいろいろ言ってきてないとかさ。エンポリオ・アルマーニのリュックも返してほしいですけどね。エンポリオ・アルマーニのリュックにいろいろ入ってたんですけど、そのまま車に置いてきちゃって、そのままだから盗まれちゃう。すごい結構盗まれますよ。家の中身ごととかさ、家ごとかわかんないけど。家ある？今んとこあるとは聞いてます。荷物置きみたいな、誰かが用意してくれたような。西成アイラちゃん。そう。そこには帰らない。帰りたいですけどね。バスも結構遠いですからね、大阪まで、新幹線でも。大阪って2万円くらい。新幹線だったら1万6千円ぐらい。でもそこからタクシーとか使って行かないかんくて、まあ1万8千円ぐらいかな、まあ2万ぐらい。新幹線だ、バスだったら1万ぐらいとか、まあその料金金額、その日とその時間、予約とかよりけど、バスだったら遠いですからね。夜行って夜中、朝着く感じだから、まあ8時間から10時間ぐらい、12時間とか。違う、また買ったやつ、昨日。いや、特売で売ってたからさ、このブラ。本当はどういう関係？あ、ナンパされました。横浜でなんか郵便局にいろいろ買い物したやつを受け取りに行った時に声かけられた。そこでいや、もうやめたいって言って、間違えて何回も警察も呼んじゃって、なんか騙されてって、街で嘘やら何やらって言われて、許可がないとか、プロダクション許可がないとかさ、そういう話題ですよ。それで逮捕するとか、そういう話があったりとか、わかんない、そういう人だから、自分も無罪のために警察呼んでくださいって言われたから、待ちいる最中、多分そんなプロダクション許可あるかないか知りませんけどね。ああ本当だよ、写真も捨てちゃってさ、写真も捨てちゃって、何を、子供の写真、なんか怖いって言ってくる人がいたからさ、子供の写真があるだけで、うん、やる人ね、やるって、そうそうそう、あの家に来てさ、リブマックスとかホテルとか子供の写真があるとさ、怖いって言ってくるから捨てちゃったよ。この子供の写真は何だから、子供だっていう、子供になりたい人、うん、そう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 、そんな人がいた。そうだよ、この前もヤマピーが YouTube でそのマキっていうところに自らたどり着けたって発表をちょうど YouTube で見たんだって。そんな街の中でそういう話題があったから YouTube 見たらそんな発表を言ってたからさ、どういうふうにたどり着いたかいろいろ言ってって、子供になってもそうだよ、そうなの、偶然でいろいろ見るからさ。ヤマピーがあゆちゃん、あいらちゃんと出会ったことについて発表したの。いや、いろんなこと、いろんなこと、うん、大鉄のりたと過去のヤマピーね。そうだな、田中聖君は捕まったらしくて裁判行く予定だったんですけど、フラッシュのマスコミが歌舞伎町でナンパしてきて広めたらマスコミ呼んでくださいとかいろいろ言ったら来て、それで大阪にいて行かないですかって裁判の人がいろいろ教えますって、なんか情報があるみたいで、フラッシュの人はいろいろ追ってるみたいで、それも行けれんかったし、 YouTube をよくは見てましたけどね。なんか関係があるらしいですけどね、その時愛知県の辺りに行ってたんですよ、私が。そのフラッシュの人は関係があるみたいなことを言ってきましたね。マキさんのことで関係があるぐらいのことを言ってきましたけど、なんでかわかんないけど、もう本当ですよ、事件わかんない。そうなんだ、いろいろ起きるんですよ。その西成も、そこの家がさ、たまたま西成その裏なんですよ。だからそのあたりやっぱ買い物するじゃないですか、お腹すくといろいろあったんですよ。どうなっちゃうんだろうね。うん、大丈夫です。もしこれ子供できたらどうする？いや、できないようになんとか中絶薬を早く入手したいんですけど、今保険証がないことで自己負担になっちゃうから、うん、やばい。うん、妊娠して分かった後に、薬を飲んで中絶する、そういうのが今できたんですよ。昔は違ったけど、最近そんな新聞が入ってきて、携帯で調べたら書いてあった。前は海外だけだったんですけど、日本も許可が出たみたいな。そんなのあるんだ。自分だけが知っててもさ、他の人に広めたら助けようがないじゃん。本当だ。あ、そういえばこの前留置場に行った時も男が手錠をはめられていて、助けてくれって言ってましたね。留置場原宿に捕まったって言ったじゃないですか。その前新宿署に連れてかれたんですよ。助けてくれって言ってきたんですよ。助けようがないじゃないですか、自分も捕まった身だから。その男たちはどこへ送られてたかわかんないですけどね。ちなみに捕まったのはいつ？私のことを知ってて、マキさん助けてくださいと言ってきたんですよ。手錠繋がれてて、向こう一緒の部屋の人？いや、一緒だ、通りすがったんですよ。え、ここ最近の話？あ、この前の原宿署に捕まったっていう話。新宿署に最初連れて帰って、留置所が原宿留置所だったんですよ。何で捕まった？私ですか？詐欺で捕まったけど、無罪だったから、勾留必要なしってことで無罪釈放されました。あ、そう。詐欺っていうのはだから法律なんてないと思って騙されちゃって、でも一応あると思ったから後払い線のとこに入って約束の人待ってたんですけど、いきなりホテル店が入ってきて、もう出てくれとか。いろいろ言われて、延長代金が払えなくて、延長というかホテル代、そんで出くる時にちょっとお金がなかったから、そうしたらいきなり逮捕されましたね。ああ、それそうそれでパトカーに乗って、逮捕って手錠つけられちゃうわけじゃないですか。そう、もう動けないじゃないですか。動いたら怪我したら嫌じゃないですか。血管切れるとかさ、手錠つけられた。そう、それが分かんないとさ、手錠はまった時に血管切れてもうそのままじゃないですか。だから従って歩くしかないじゃないですか、誘導方向とか。うん、手錠も結構重いですからね。ほんでパトカー乗って新宿署で取り調べ受けてた最中、うん、の話なんですけどね。私をしてたんで。捕まってた。よかったね。でも出てくる。そうですね、弁護士さんのおかげですね。変なおかしな留置場だったけど、まあ、他にも捕まってる女っているじゃないですか。その私は一人部屋を希望してずっと一人部屋だったんですけど、他の部屋ってやっぱ人がそういう牢闇に入ってるから出れない部屋に鍵が外にかかってて。留置場どう？いや、どうってずっと一人部屋ですよ。そこに食事が1日3食入れられるだけで、汚い部屋に。やっぱり嫌だ。嫌ですよ。とりあえず怖いですよ。ちなみに精神科に病院通って、うん、あおいが行ったじゃん。すごい行きたくないって言ってたじゃん。やっぱ病院は嫌だ。いや、エビスクリニックはいいの？あ、産婦人科？うん、それ行けたらいいですけどね、レディースクリニック。うん、まだ、うん、もっと水飲んだ。うん、もう頑張るしかないよ。何が？いや、分からんけど。あいらちゃんは、あいらちゃんの中になんかこういろんな人がいるの？あ、記憶の中にね。記憶の中にいるの？はい。その人は何人ぐらい？あ、結構いますね。あ、いるんだ。うん。何人ぐらい？結構いっぱいいる。その人たちはとあいらちゃんは仲良くない？ああ、なんでもない。ああ本当だわ、本当だわ。はあ、はあ、ああ、本当だ。ああ、本当。本当だ。ああ、本当本当。誰かと話してる？あ、なんでもない。ああ。腹減った。腹減った。お腹が空いた。トイレ行きます。出る？うん、でもお腹空いちゃった。撮影料もらえませんか？どうしても。いや、あげる。今もらえますね。ご飯。はい。何か食べたい？はい。何が食べたい？いや、自分でちょっと見てきます。あ、じゃあ一緒に頼むから。はい。はい。これ3分待ったら、はい、線が出てくる。はい。今ご飯買うついでにトイレで検査してくれました。あ、ライスできたみたい。はい。今日あいらちゃん、妊娠はしてなさそう。よかったね。うん。本当だよね。え？なんでもない。らそのレディースクリニックとか行かなくて大丈夫だよね。はい。ちなみに妊娠してないと分かってて嘘ついてるとかあるの？うん。嘘ついてる？ないないない。まあお金が欲しくて。違う違う。あおちゃん病院は行きたくない。うん。絶対。うん。生活保護。うん。嫌だ。うん。なんで？でもあいらちゃんずっと妄想してる。うん。幻聴と幻覚。うん。あんまり良くない。うん。いいよ。ホームレス。はい？ホームレスはあるよ。うん。とりあえず妊娠検査薬で妊娠してないことが分かったから、とりあえずもう大丈夫。うん。僕そろそろ行くね。はい。はい、ということで動画見ていただいたと思うんですけれども、まあ、今回、私ちょっと仕事とかいろいろあった都合でちょっとあいらちゃんのところにはね駆けつけることができなかったんですけれども、まあ、幸いねゆうたさんにあいらちゃんから「妊娠したかも」っていう LINE が来てゆうたさんがちょっと取材に行ってくれたのでまあね現状を知ることができたんですけど、でまあ妊娠検査薬をしっかりやって妊娠してないってことが分かったわけなんですけど。もし本当に妊娠してたらやばい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 じゃ済まされなくないですか？現状まああいらちゃんって、まあ、ホームレスで、まあ、家なくて生活費もその日暮らしまちまちでなおかつそので妄想がちょっとひどい状態で、もしその子供ができていたら母子ともに安定しないだろうし。まあ、下ろすとしても下ろすお金がまず用意できない、で下ろすまでに何か体調に何か起きるでしょきっと。でもし産むってなったら産むってなったでどうやって生活していくのって、まああいらちゃんまず病院が嫌いだから病院に連れていくこともできなくなったら。でも産婦人科は行きたいって言ってた。あ、産婦人科は行きたいんだ。多分精神系の、うん、病院はダメ。そうメンタル系の病院に対しては共振をすごいねって。なるほど。まあでも産婦人科でよくさある漫画とかで知ってる妊娠したらになったっていう漫画があるんだけど、本当にそういう題名なの。なんか妊娠したら妄想が激しくなっちゃって本当に精神科に入れられちゃった女の人の話なんだけど、もうあいらちゃんその以前からもうそんな感じだから。うん、子供はできてなくて本当に良かったなって失礼だけどちょっと思っちゃった。うん、いや俺もそれは思った。うん、で今回ゆうたさんがまあちょっとまなみちゃんの時とは相違ったけどゆうたさんが行ってきたんですよね役所に。そう。役所に行ってあいらちゃんについてどうしたらいいかちょっと聞いたら、まずこの前まなみちゃんの時も言った通り自分のまず意思。本人の意思がないとそういうことが受けれないんだけれども福祉関係はでもそのあいらちゃんには生活保護じゃなくてなんか勧められたんですよね団体を。ダルクっていう薬物系の依存患者さんのための、それを断つためのその後の支援みたいな完全良性の施設みたいなところがあって県外に。で実はなんか DM ももらったことあったんですよ。ダルクとかありますみたいな。でも最初ちょっとよく分かんなかったんですけど役所の人もそこを勧めてきてて、でもそれにもなんか連れてって本人の意思がないと入れない感じなんですね。それもだから生活保護を受給してそのお金で賄うみたいな、うん、ダルクのところの中の例えばその寮のお金とか食費とかどっちにしろ生活保護を1回受給しなきゃいけないらしくて。結構むずいんじゃない？だってもう前回の動画見てもらったと思うけど、もう次行きたいとこがあるって言って病院って言った瞬間にあいらちゃん豹変して去ってったわけだから、私の前から。難しいよね。でなんかコメント欄にさ、ものすごく激しい人に対してそのコミュニケーションの取り方が間違ってるみたいなちょっと指摘があったんですけど、いかんせん分からなくて、こうやってその病院に対する拒絶が異常な方をその病院に連れてくる、どうしたらいいのか。確かにそれ一番の問題じゃない？コミュニケーションは調子いい時はめちゃめちゃ取れるし、笑顔もあるし会話もすごくしてくれるから、まあ私的には別にそのなんかあおいちゃん疲れてるとかなんかすごくあったんだけど、私的にはまあ自分のペースでやってるし、あっちも自分のペースだから、お互いこう歩み寄って同じペースで喋ってるから、別にそんな何ら他の人と変わらない、私にとってはね変わらないんだけど。病院のことに関しては全く絶対に進まない。だからなんかそこは確かに欲しいかも。結構なんか精神科の看護師さんですとか、今なんか看護師目指してますとかカウンセラーですみたいな方からちょっとご連絡いただいてすごくありがたいんですけど、そうですね、病院に連れていく、役所に連れていく方法、本人を説得する方法を教えてください。コミュニケーションの取り方はちょっと疑問に思うところある。どうやったらいいのか分かんないみたいな。あ、たまにね、なんか調子悪い時どうしたらいいんだろうね。なんか私にもうこの前あったじゃん、こう近づかないでほしいみたいな、近づくとこうなんでみたいな感じでこういう感じ、寄ってくと逃げられるみたいな。それがどうしたらいつも常に横にいてあげられるのかとか知りたいなって思いますね。そういう分かる方がいたらね、是非ねコメントいただけたら嬉しいです。はい、ということで今後のあいらさんについてね、どうなるかちょっとまだわからないんですけれども、追いかけられるところまではちょっと追いかけて支援していきたいなと思ってます。ちなみになんですけど、コメントでやっぱさ、本人が望んでホームレスをしている、みたいなコメントってやっぱまなみちゃんの時は多くて、望んでないよね。それ俺は思うの、本当にそれ望んでるみたいな。まなみちゃんの時も全然望んでなかった。家欲しいって言ってたし、あいらさんもだって私が初めて会った時は福岡行くとか言ってたじゃん。私はあっちで家があって住むんだみたいな。だからなんかその今も大阪に家があるって言ってたし、なんかそのホームレスを望んでるわけではないっていうか、自分のことホームレスだと思っていない。ホームレスって勝手に誰かがつけただけ、実情をやってることがホームレスだからホームレスなんだけど、だってもうホームレスだったらみんなホームレスじゃん。家がないからね。そう。ホームレス直訳して家ない。そう。直訳したらだよ。だってしてる子たちはもしかしたら家ある子もいるかもしれないけど、じゃあほぼホームレスでしょ。じゃあそれはまあちょっとまた違うよねっていう。なんか2人とも病気があるからこそちょっとあれだけど、まなみちゃんもあいらさんも正常な判断ができてないと思う。だからこそ自分が置かれた立場を分かってないからこそ。いろんなことに巻き込まれてる。自分で望んでホームレスになったっていうコメントはありますけど、それは違いますよね。そうですね。違うと思うかなって。もともと家あった人たちが、俺は家いらないんだって言ってホームレスになるって。なかなかいない。家ないとか経験したことあるんだけど、友達とホテル暮らしするみたいな。めちゃめちゃ辛かったよ。なんか友達いたからも楽しかったし、なんかあれだったけどしゆちゃんいたから普通に家欲しかったもん。金ないって辛くない？めっちゃ辛いよ。金ないってストレスだよ本当に。はい、ということでね、これからもねコメントしていただけたら嬉しいと思います。はい、ということで他の動画も見てね、ありがとう、バイバーイ。デートくんのためにあびちゃんにました。今日はアメロカ出してくださいやいちゃん。てかオリシャンだって私だって入れれますから、担当にそんな楽にしちゃったら入れないでください。なんちゃんネットくんと席が長いのは私だし、ポットでもなんか女が普通にネットくんのことベタベタ触ってるなんて、ネットくんも気持ち悪いと思ってると思うね。